小山康康は、室町時代前期の武士、小山氏十二代当主、下佐祐樹氏九代当主、祐樹はじめ公の次男として誕生。小山氏は下屋国守護を務める名門であったが、天寿六年、攻略二年からの小山氏の乱により、十一代当主、小山義政が二代鎌倉久保を、足利氏光や宇都宮元綱と対立した結果、滅亡した。 同族であった結城氏は、鎌倉久保に従って戦い、小山氏が有していた丘陵棘や守護の地位を得る。結城はじめ公は、次男、大長を投資として、小山氏を再興させ、結城氏の影響下に置いた。一般的に知られている小山氏の系譜によれば、大長は、早い時期に没死、長男、宇治友は、大長の実刑、結城光弘の養子として、結城氏を継承し、 次男万安氏が後を継いだとされている。ところが、江田育夫によって、万安氏の変記と系譜の矛盾が指摘され、万安氏は、大長の子ではなく、大長自身が、小山氏継承後に、足利氏光の変記を配慮して解明したもので、あるとする説を唱えた。この説が事実であるとすれば、氏友に代わって、大長イコール万安氏の後継者になった子は、系譜上では、 万安氏のことされている小山持ち生であったと考えられる。佐藤博信、室町、戦国期における小山氏の同行代替わりの検討を中心として、小学坊足利氏の研究、あぜくら書房、1989年 ISBN978 から4から751719800、ISBN978 から4から864030571など、 枝説によれば、当時の関東地方で万の変気を与えていたのは足利氏三であり、万安氏への変気事与は氏三が没する大衛五年以前のことになる。万安氏の生没年は不詳であるものの、結城氏の系譜に記された他の結城一族との間に想定される世代差、年齢差では大衛五年に減服して、変気を受ける年齢に達していたと想定するのは無理がある。 また、万安氏の万を、足利氏光の子である、足利光兼の変記とする説も、光兼が実際に与えていた変記が、剣であることから成立しがたいとして、大長と万安氏を親子とするよりも同一人物による解明と見るべきであるとしている。江大区を、小山若井沼の乱について、室町幕府東国支配の研究、高市書店。 2008年 ISBN978 から4から862150509、荒川義雄編著、シリーズ、中世関東武士の研究大発刊、下佐祐希氏、ISBN978 から4から864030694の関末系譜では、枝説に基づいて、結城はじめ公の子として、小山光太夫き、結城氏ともと、 小山持生をその息子としている。ありがとうございます。